中央省庁再編は、日本の政治において、森吉郎内閣総理大臣の自公保連立政権下の2001年1月6日に施行された中央省庁の再編統合を指す。中央省庁再編の目的には、縦割り行政による弊害をなくし、内閣機能の強化、事務及び事業の減量、効率化することなどが挙げられた。それまでの一府22省庁は、 一府十二省庁に再編された。なお、法令及び政府の公文書においては、中央省庁再編でなく、中央省庁党改革という表記が正式なものとして用いられる。しかし、この再編によって、当初の目的である縦割り行政の弊害が完全には解消されなかったため、その後は消費者庁の新設など、各省庁を、 総合的に調整する組織が作られた。ここでの長とは、総理府及び内閣府の外局の内機関の長に国務大臣を持って当てる、いわゆる大臣長大臣委員会である。中央省庁再編前の一府22省庁、中央省庁再編後の一府12省庁それぞれの前進を示した表。太字は新設あるいは名称変更のあった省庁。 更新を示した表。旧省庁の太次は、国務大臣をトップに置いた、府、省、町委員会。なお、再編による、新体制の組織図、及び2001年1月6日以降の組織変更については、日本の行政機関の項目を参照。ありがとうございます。